不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中女性社長の不動産大学 A ランク B ランク C ランク問題の特徴編ということで、このチャンネルは完全独学で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで皆さん、もう猛暑突入ということでですね、もう暑くてヒーヒー言ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。ただまあ10月までまだまだ長いんでですね、息切れしないように、大変な時は少しずつですね、進む速度をですね少し遅くしてもいいので、必ず毎日少しでもいいんでやっていくということに、重きを置いていただけるといいと思います。ということでですね、今日はA ランク問題、B ランク問題、C ランク問題っていうのを聞いたことがあると思うんですけども、その意味とですね、それどういうふうな特徴があって、どう攻略していけばいいのかっていうところに関してお話をしていきたいと思います。ということで、今日まずコメントをご紹介します。こちらです。塚塚さん、ありがとうございます。田中先生、いつも見ています。ありがとうございます。質問があります。講師の先生が A ランク問題とか C ランク問題とかって言うんですが、いまいち意味がよくわかりません。ランク別の攻略法などあるのですが教えてください。ということでですね、コメントありがとうございます。これ私もですね、予備校とかそういうとこ通ったことが一度もないんで、塾も一回もないので、もう正直 A ランク問題とか B ランク問題っていうのも私もですね、後から知ったんですけども、これなんか大手予備校なんかだとよく言うらしいんですが、難しい問題を大体 C ランク問題、普通の問題は B ランクで、絶対解いてほしい問題は A ランクとかっていう感じでランク分けをしているそうでございます。まあすごく単純に表現してしまうと、 C ランク問題というのは上級問題で、 B ランク問題というのは中級問題、 A ランク問題というのは初級問題というような感じでございます。不動産大学でもですね、過去何度も強調してきましたが、過去問の活用というのは初級問題を確実に取る最も合理的な学習法でございます。宅建試験のレベルが上がったとは言われていますけれども、これはですね、過去問をやっていても意味がないという意味ではないんです。誤解しないでいただきたいんですけども、過去問の周辺知識から問題が出るという傾向は全然変わっております。今までと同じです。ポイントなのは、過去問の点それ自体じゃないんです。要するに過去出た選択肢そのものじゃないんです。その周辺知識でございます。要するにですね、問題集とかに書いてある解説欄の知識とか、あのあたりが非常に重要になってくるということです。これをですね、問題集をやりながら解説欄にどんどん知識をさらに付け足していくということをするというのはとっても大切です。 A ランク問題も解けないという人は、これをやってない人が多いです。 A ランク問題というのは非常に基本的な問題なんですけども、 A ランク問題が解けないということは、もう初見の問題が解けないという状態になっちゃってますので、初見の問題が解けないのは完全に今までの過去問の丸暗記になってしまっているという可能性が高いです。ちなみにですね、皆さんがもしこれから予想模試とかをやっていくと、問題を間違えてしまう原因というのがあるんですが、その原因というのはですね、大きく分けると3つに分類できます。いきますよ、こちらです。知らない知識が出た、これは単純に C ランク問題ですね、上級問題が出た時に、単純に C ランク問題っていうのはテキストとか過去の問題とかに出てきてない知識だったりするんですね。そういう問題は正直もうしょうがないです。そういうところはしょうがないので、知らない知識が出た、この問題を間違える分にはそんなにですね、落ち込む必要はありません。もう宅建しか100満点取れないように大体試験問題作られてますんで、まあ間違えちゃうのは大体こういう問題です。で、そして2、知っている知識だったが引っかかってしまった。これが非常に危ないですね。知ってる知識なのに引っかかってしまうと非常にもったいないです。これはだいたい中級問題に多いです。いわゆる B ランク問題ですね。これが合否を分ける問題です。そして3、知っている知識だったが応用ができなかった。これも非常に痛いですね。これも B ランク、C ランク問題に非常に多い傾向があります。このですね、1、2、3のうち1はある程度もう仕方がないんです。ちゃんと勉強していて試験に挑んでいる場合、1っていうのはですね、上級問題、C ランク問題なんで、これに関しては別に間違ってしまっても別に、まあどうってことないっていうか、もう間違っちゃってもいいです。ポイントはですね、この2と3の失点をできる限りなくすことによって、合格する可能性を上げていくことができます。では具体的にどういうふうにやっていけばいいのかというところですね、問題を解きながら解説していきたいと思います。いきますよ、問題いきます。こちらです。 A が購入した公土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 A が公土地を囲んでいる土地の一部であるオツ土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、公土地を B に売却した場合には、オツ土地の賃借権は公土地の所有権に重たるものとして、公土地の所有権とともに B に移転する。はい、どうでしょうか、わかりますでしょうか、この問題。はい、これね、わかんない人はちょっと図とかね、状況さえまず理解できれば一応いいと思います。もし知識知らなかったとしても、状況どういうことを言ってるのかっていうのをまず頭の中で整理してもらって、イメージするっていうことをしてください。ではいきますよ、これ答えは、はい、これ×でございます。これは何について聞いてるかというと、これは袋地についてですね、深く学習していないと、もう正直解くのは難しいです。まあ、この問題に関してはもう上級問題と言ってもいいと思います。いわゆる C ランク問題ですね。間違える人は非常に多い問題です。本試験で出ると。なので、こういう問題に関しては正直、解けなくても合否にあまり影響しません。これがですね、さっきやった1、2、3のうちの1番のイメージでございます。はい、これ答えは×なんです。はい、これ冷静に考えれば簡単です。要するにですね、何が言いたいのかというと、
高土地の賃借権は住たるものとして移転するかということを聞いています。そんなこと習いましたか？ B がおつ土地を賃借するためには A から買うか転貸、要はまた貸しですね、してもらわなければなりません。その場合必ず必要になるのが賃貸人であるおつ土地の所有者の承諾です。勝手に住たる権利として移転はしません。ここはですね、もっともらしい選択肢に釣られないでください。こう承諾してもらってるっていうくだりは一切ありませんから、これはですね移転はしません、罰です。そしてですね、2と3についていきますと、この2の引っ掛け問題というのは宅建業法と法令制限に非常に多くて、で3番の応用というのは権利関係に多い感じです。で宅建業法と法令の引っ掛けをちゃんと解けるかで合否が決まってくる感じでございます。例えばですね、こういう問題なんでございます。こちらです。建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記載されているか紹介を行ったにもかかわらず、その存在の有無がわからないときは宅建業者が自ら石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。さあどうでしょうか。はい、合否に影響する問題ですね、これは。はい、いきますよ。大丈夫でしょうか。答えはこれ×でございます。まずですね、これ石綿の説明義務があるということは皆さんわかると思います。調査記録がなければないというふうに説明すればいいんです。調査自体が義務ではないんです。こういう細かい知識なんですけども、ある程度過去問をやって周辺知識を抑えておけば解ける範囲の問題なんです。これがそういう問題です。これが 1,2,3 でいうところの2番に該当する感じの知識の問題です。では次に、この 1,2,3 の3番に該当するですね、応用がちょっと必要だっていう問題やってみますよ。建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。はい、どうでしょうか。はい、答えは、はい、バズでございます。はい、これです。あるんだったら説明しましょうよっていう感じの問題ですね。これも微妙に揺さぶって引っ掛けようとしてきているんですけども、これは間違えちゃいけないレベルの問題でございます。調査結果がある場合、資料がたくさんあると思うので、実務上はですね、別点のこう調査書類なんかを見せてですね、説明することになるっていうケースが多いと思います。まあ、そんな感じでございます。まあ、このあたりに関しては少しだけ応用がいるんです。このならないがっていうところで、あとですね、実施している場合と ひとひねり加えてるんですよ、選択肢のところに。だこういうところで知識が少しあやふやだったりぼわっとしてると間違えるんですね。こういうのは非常に合否に影響するので、で、この後半のですね、下りのところに関しては、過去問、それ自体の知識といえば、過去問の解説欄に載ってる知識とかテキストのですね、こう重要知識カットイン的な感じのですね、キャラクターが喋ってなんかこう、教えてくれてるようなところですね。ああいうところに書いてありがちな知識なんですよ。こういうのをちゃんと理解して覚えているかどうかによって、合否が分かれる一点が取れるかどうかが決まるという感じになります。ということでですね、今日一番言いたいのは、とにかくですね、合格するためには初級問題を確実にクリアするということです。要するに A ランク問題ですね。その上で B ランク問題ですね。中級問題の引っ掛け問題に関してもできるだけ撃破するってところですね。そこをやっていくと、この A ランクと B ランクを確実に点取っていくだけでも十分合格点にはいきますので、で C ランクのところに関しては、まあ、当たったらラッキーっていうような感じでいいと思います。まあ、それぐらいの感じで臨んでいくっていうのがいいと思います。私が言いたいのは、結構ね、この C ランク問題の知識を結構ほじくって一生懸命あっちこっち手出して覚えようとする人いるんですけども、それは結構難解でございます。なんで、他の人もみんな間違えた時に自分だけ点取りたいっていう気持ちはわかるんですけども、あんまりそういう攻略法は私はおすすめではありません。当たらないことの方が多いので。どちらかというと、A ランク、B ランクを確実に抑えていくっていうところを重視してもらった方がいいんじゃないかなというふうに思います。あとは過去問の丸暗記は絶対にやめましょうということでございます。ということで、また明日。